皆さんこんにちは、 MT です。今回はね、防災ギア見直しということで、新しくヘッドライトの方も見直しをしようと思って、今回ねここにこういったヘッドライトを用意してみました。今までのヘッドライトっていうと、登山用のヘッドライトはペズルみたいなやつね。で、小型で、そこまでね、長時間使えるもんじゃないんだけど、まあ、こういったものを用意してたんですけど、やっぱりね、もし被災して電気止まっちゃった時、ある程度大型で、かつ長時間使えるものじゃないと困るよな、っていうことで見直しをしてみました。でね、見つけたのがこちら。これね、名前がね、サーキャノンっていうのかな。サーキャノン。まずね、ポイントとしては2つありました。1つはね、値段があんまり高くないこと。一つだいたい2500円ぐらいであれば、こういうのって家族分いるじゃないですか。自分一人だけつけていくってわけにもいかないんで、最低でも例えば2個とか3個必要になりますよね。そうなった時にあんまり高いと、そこまで揃えるのはお金かかるよなってことになっちゃうんで、だいたい2500円までの値段、上代。で、かつ二つ目が、この COB タイプを探してたんですよね、私。普通のね、こういったレンズ系のものだと、綺麗にはまあ出るんですけど、もしね、停電になっちゃった時って、やっぱりある程度面でね、明るく照らしてもらわないと危ないなっていうことで、COB タイプ、かつ値段が2500円ぐらいまでのもの、ヘッドライトで、で、探してたら、これをね、行き当たりました。これがね、なかなかいいんですよ。大きさはね、やっぱりバッテリーが大きい分、かなりね、大きさはあります。ただ、重さはそこまでないんですよね。ということでね、このヘッドライト、ちょっと見ていこうと思います。それではね、スタートです。ハイ、ロー、暖色ハイ、暖色ロー。これはね、赤、白、両方ミックスでついてます。で、まあ、ストロボですね。で、消えると。でね、面白いのはこれ。もう一つ押すと。これがね、わかります?こっち側がついてる、スポットでね、遠くを照らすんですよ、こうやって。スポット。これがスポットのロー。で、スポットのストロボ。で、これがね、下のところでこう光るんですよね。これちょうど暗いところで物を見たりするのには一番いい。だからつけた時にこの角度になってるんでね、これがまたなんか丁寧かなと思って。これほんとよく考えられてますよね。そして、こういう感じ。でね、これ面白いのは、ここのボタンが2個あって、これ1個押すじゃないですか。で、押してしばらくの間はこうやってモードチェンジができるんですけど、例えばこの状態で、10秒ぐらい放置して置いとくと、次押した時はね、電源オンオフで使えるんですね、こうやって。これ消えるでしょ?モードチェンジしないんですね。押してすぐの時はモードチェンジ。なかなか賢い機能があるんです。これもう一つ面白いモードがあって、ここのところにね、2つセンサーがついてるんですよね。で、これがどんな働きをするかというと、まあ、まずこういう感じでつけるじゃないですか。で、このスイッチを長押しします。消えますよね。消えたらどうなるかというと、これでね、モーションセンサー、例えばこういう感じでついてて、消したいなと思った時にさっとこうやる、これだけでも消えちゃうんですよね。そういうセンサーも搭載されてます。そしてね、嬉しいことにこのヘッドライト、こういうね、ハードケースがついてくるんですよね。で、ハードケースを開けると中はね、こんな感じで収まってます。ヘッドライト本体、ヘッドバンド、 USB のケーブルが入ってます。これなかなかね、軽いし、意外と強いんでね、こういうのに入れておいてね、防災バックパックの中に入れておけばね、便利かもしれません。で、これカラーは3色あって、ブルーとイエローとこのブラックっていうのがあるんだけど、ブラックはね、この部分がブラックです。バンドの方はこうやってね、ちょっとブルーのライン、ブルーのカラーが入ってるんで、本体自体がブラック。バンドはブルーが入ってる。で、イエローを選んだ場合は、これですよね。イエロー。まずね、ここ、USB のね、これ当然ながら USB-C で充電できるようになってます。角度は、こんな感じでね。まあ、こうついててこうなんで、意外とね、角度下下げられますね、これでね。そして上はこんな感じ。そしてスイッチ見てみましょう。スイッチはね、大きくてこれで扱いやすいです。まずね、間違えることはないですね。わかりにくくない。とにかくこの一番大きいやつ、ここもこっち側からポンと押すと、このね、COB がつくと。で、こっち側がスポットですね、ちっちゃい方が。でね、これ COB も見てわかるんですけど、これね、白と、それから暖色系とね、2列になってますね。これがね、さっきのミックスになったり、暖色になったり、ホワイト系になったりっていうね、そういう仕組みなんですよね。やっぱりね、COB、ほんと面積広くてね、明るくていいです。これ、ほんとなんかあった時、スポットで照らされるより、こうやってね、ある程度大きく面で照らしてもらった方が、わかりますよね。この感じ。これ、白赤ミックスですね。
全体的に見た目の感じは大型なんで安心感はあります。これだけ大きいもので照らしてくれるって感じで、つけた感じそこまでね重さはないですね。重さ 133g ですね。このね見た目からしたらそんなに重くはないです。それでは実際にね外で使ってみます。今 COB の方をオンにしてます。やっぱりね面で照らしてくれるんで明るいですよね。そしてスポットオン、かなり明るい。そして COB の方のモードをロー、それから暖色系、暖色ミックス、ストロボ、こんな感じです。レッドにするとこんな感じ。かなりねやっぱり明るい。これはでやっぱりねスポット気味のものよりもある程度 COB でこうやって全体的な広範囲をねふわっと照らしてくれるタイプの方が、まあ、実際何かあった時にはね便利かなと思います。例えばこうやって壁の前を歩いていて、今これ手持ちにしてますけど、こうやって歩いていくとこの COB だと分かります。かなり広範囲でね綺麗に照らしてくれますよね。今これがローです。ちょっとカメラの関係でねなみなみしちゃいますけど、これが今暖色系のライト、そして暖色のミックス、かなり明るいです。これが今ねスポットライトです。スポットもかなりね明るいですよね。これそしてレッド、これがね COB のハイの状態。今これでスポットをつけた状態、これがね暖色系ミックスの色。引きで見るとねこんな感じで見えてます。これが今 COB、 あスポットですね。これねスポットでこんな感じ。そしてこれが今 COB のミックスで全体を照らす感じで、今スポットをオンにした状況ですね。光量も十分でね、これなかなかいいと思います。それではね実際にここでね充電してみます。こんな感じでねここにバッテリーの残が出ます。これもねありがたい機能ですよね。それでねこれの売りはある程度長時間で使用できるってことらしいんですよね。大型バッテリーって書いてあったんでね。で実際ねこれどれくらいつくのかなってことをねちょっと実験しようと思います。やっぱりね被災した時に途中で消えちゃったりしたら困りますからね、バッテリーの持ちがどれくらいなのかっていうのを検証しようと思います。はい、それではねヘッドライトを装着してみました。装着するとねこんな感じになります。このサイズ感です。かなりねこのCOB の面積が大きいんでね、非常に大きく照らしてくれます。このアクションでここかな、この辺りで、この辺りで反応するみたいですね。なかなか優秀ですねこれね。それじゃあね次バッテリーのね耐久度をこれチェックしてみようと思います。はい、今ねちょうど時間が13時15分です。これをね COB の方、ブラックの方は COB をハイで点灯しております。バッテリーもね4つゲージがきちっと光ってる満タンな状態です。そしてこっちのイエローの方はスポットでハイの状態、バッテリーもね満タン。はい、14時22分ということで約ね1時間ぐらい経過したんですが、きちっと明るくついてる状態ですね。この明るさです。はい、17時22分ということでね、約4時間以上経過しました。状況を見てみましょう。ブラックの方、COB ついてますね。そしてイエローのスポット、こっちもね、バッチリついてますね。どうだろう、ブラックの方の照度が1段階落ちてますね。これはね、使用のようなんですが、ハイをずっとつけてるとね、ある一定時間経つと、一旦ね、ローの方にバッテリーセーブのために切り替わるようです。もう一回スイッチを押すと、はい、このようにね、ハイに戻りましたんで、もう一度ね、このハイの状態にしておいて、計測してみましょう。はい、19時15分ということでね、ほぼほぼ6時間が経過しました。これね、ずっと点灯しっぱなしなんですけどね、今ね、ライト、これあれですね、バッテリーの残がね、3つになってますね。ただね、基本的に全部ハイに戻るし、すべてのライトの機能が正常に作動する状態です。はい、ということでね、時刻は今10時15分ということで、これもう9時間ずっとつけっぱなしです。どんな状況か
まずスポットの方全然こんな感じで明るいです。そして COB の方もこんな感じ。つけっぱなしにしていると光量があのローの方にね切り替わるようです。モードチェンジするみたいです。ただしこの感じでやっていきローテーションしながらハイの方にスイッチを戻すとこんな感じで、ね、再び明るくつきます。そしてついに12時間点灯しっぱなしです。どうですか、状況を見てみましょう。まだついてますね、これね。十分明るいです。ローの状態ですけど十分に明るい。そしてねバッテリーがついに、これも残のランプが1個で点滅してます。でもこれついてますね。それでさらにこれを押したらまたハイに戻りますよ。これ全部使えます。驚異的ですよ。これずっとつけっぱなしですからね。12時間、ちゃんとハイに戻ってきますよ。これほら明るいでしょ。いやこれ12時間持てばね立派です。もうね夜なんでとりあえずここでねテストは終了しますが、一応見てください。こっちのねスポットの方がまだね電池の残が残ってますね。今これで見ると2つ残ってます。ちょっと見にくいんですけど電池の残は2になってます。だからスポットの方が消費電力は少ないんでしょうね。まあ COB の方が当然ね LED のチップが多いんで、12時間経過してもこのような状況で明るく照らしてくれてるということで、やはりね大きさがあるだけあってバッテリーはねかなり長持ちすると思います。はい、ということでね防災用にと思ってこの購入したサーキャノンのね大型のヘッドランプ、光量も十分あるし、そしてね COB でかなりね広範囲を照らしてくれる。お値段もね2500円ぐらいで非常にリーズナブルで買いやすい。そして驚異の12時間つけっぱなし連続使用も可能ということで、最近本当に地震が多いんでね、もし停電した時やっぱりね手元を照らしてくれる、しかもね長時間安心して照らしてくれるヘッドライトがあったら安心かなと思います。ということで今回はねサーキャノンのヘッドライトをご紹介しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。